自分で簡単本格ガラスコーティングシアザン50。ラブカス TV 川口学です。今日はですね、マツダロードスター試乗会ということで、ロードスターもですね改良されて変化したという、そんな試乗会に来てますけれども、今からですね新旧比較したいと思います。これはRS ですね、一番走りのグレードなんですけれども、それが2台ありまして、こちらがですねこれまでのモデル、そしてこちらが新型ということで、見た目はですね目つきなんか違うわけですけれども、中身がやっぱり相当変わったということで、電子プラットフォームを変えたことによってですね、制御がいろいろ変わって、エンジンのですね制御なんかももちろん変わってますし、さらにですねパワーステの制御なんかも変わってますし、パワーステはですねこの構造なんかも少し変わったりというのがあります。さらにですね、大きいのは今回 LSD ですね。これがですねアシンメトリック LSD ですね、これを採用したことによってですね、車の姿勢のコントロールもさらに充実したということで、解像度上がったということらしいので、あと吸気系なんかのですね音も変わったということなので、そのあたりを含めてどのぐらい変わっているのか、今回ですねまずはこの新旧のですね違いというものをチェックしていきたいと思います。では早速旧型から行ってみたいと思います。いや、これで十分だけどね。フルモデルチェンジしたかのような違いが感じられるところでしょうね。じゃあまずは旧型からですね行ってみたいと思います。おっと、乗り込む前にタイヤですけれども、タイヤはですね横浜のアドバンスポーツの V105 ですね、はい、195-50R16 という16インチサイズでございます。屋根を開けて、はい、これでですね行ってみたいと思います。さあ、これが今までのロードスターということで、これだってもう全然気持ちいいんですよ。特にねこういうイズスカイラインなんかで乗るとだいぶですね気持ちよさはあって、以前にですね KPC キネマチックポスチャーコントロール、これ入りましたけれども、それによってですね姿勢の変化なんかもすごく良くなってというところがあって、だいぶアップデートされた感がありますけれども、さらに今回アップデートされているということですから、これが楽しみでございます。でまず音ですね、音はこのような感じで、はい、いわゆるそんなにこう激しい音はしないんですけれども、気持ちいい音をですねこのようにエンハンサーで作り上げるということをやってるわけですよね。この辺りがどういうふうに変わるか、それとエンジンなんですけれども、エンジンはですね、3キロワット出力向上してるんですけれども、これまでとは伸び感が違うということなので、この伸びがですねどんな感じに違うのかというのは気になるところですよね。それと LSD が変わったので、この減速時のですね減速して旋回するようなシーンでの安定感というところもだいぶ違うということなので、この辺りもですね気になるところではございますね。相変わらずロードスターやっぱり気持ちいいよな。これがどんな風に変わるのかっていうところですよね。でも第一にパワーステも違うって言ってましたからね。特にパワーステは戻し側の制御が違うって言ってましたので、いやこれで十分だけどね本当に。でもそれがまた変わるのがこのマツダのね細かな技っていうところですよね。さあ果たしてこれに対してどのように感じるのか楽しみでございます。はい、今ですね、これまでの従来型乗ってきました。これでも十分楽しいですし、本当に気持ちよく走れる車になってますけれども、ここからですね新型に乗り換えてみたいと思います。はい、というわけでですね、次はですねこちらの新たになった RS の方に乗ってみたいと思います。果たしてどのように感じるのか。パワーステエンジンの音、エンジンの出力も変わってますし、さらにはアシンメトリック LSD が入ってますからね、そのあたりの違いというものがどんな感じなのか、ちょっと見ていきたいと思います。では行ってきます。もうエンジンの音が全然気持ちいいね。やっぱさっきより響きが良くなってますね。それとこの5、6000ぐらいのところの回転の伸びがやはりいいですよね。
今までよりはもっと気持ちよく上までこうスーッと回っていく感じっていうのがあるので、そこが大きく違いますね。でこのパワステはだいぶ違う、非常にすっきりした印象になってますね。なのでこう切っていく時のですね、すっきり感はもちろんなんですけれども、ちょっとこう戻ってくる時の感じ、これもですね、まあ、相当戻し制御かなりやったというふうに言ってましたけれども、そこがうまく効いてるなっていう感じしますよね。おーすげえ、さっきので十分と思ってたのに全然、やっぱり気持ちいい、さすがでございますね。でね、このコーナーのなんかね、トレース性が上がったように感じるのはこのパワステのね、多分変更相当でかいですね。なんかちょっとね、今までは少しあのギャップとか超えたりするときにですね、変な重さみたいなのが入るときがあったんですけれども、それがなくて本当に均一になんかこうアシストされてる感じっていうのはあるので、そこがまずすごくいいところですね。これはあー、だいぶ姿勢がしなやかな感じに感じるような、そんなですね感覚も増してますね。なので全体がもう本当にすっきりした感じの味わいになっていて、それはもうハンドル、エンジン、そしてこの姿勢のコントロール、全てが一体になって、まるでなんかこうフルモデルチェンジしたかのような違いが感じられるところですよね。今のところとかも旋回しながらちょっとこうボコボコしてるところがあって、さっきのモデルだとちょっとね、ハンドルがなんかこうアシストが変わっちゃう感じで、こう重さが取られるようなところがあったんですけれども、それが全然ないですね。なのでより安心して切ってきますし、そもそも減速しながらのターンインで姿勢が非常に綺麗に決まっているので、安定してコーナーに入っていけるっていうのがまさにアシンメトリック LSD の効果として挙げられますよね。そして何よりこの気持ちいいサウンド、これがもう三位一体となって、もう四位一体ぐらいかな、気持ちよさにつながってるっていうところですよね。だから進入していくときにピタッとこう姿勢が決まってる感があるので、そこからのハンドルもしっかりと切っていけるし、アクセルも踏んでいけるっていう、このねやっぱり感覚が生まれてるのがいいところですね。なので最初乗る前はどんだけ変わってるのよって思いましたけど、これは大幅に変わってますね。そんな風に言えるものになってますね。いやだいぶやっぱ違うな、ここら辺の感じが全然違う。いや相当変わったわこれ。はい、というわけで今乗ってきましたけれども、乗る前は果たしてどんだけ変わるのかというところを思ってましたが、めちゃめちゃ変わってます。もうとにかくね、解像度高い、全てにおいてクリアな感覚を持っている、そんなですねロードスターになったということで、最初はそのなんかこうロードスターの華奢な部分とか不安定な部分が取れて、ちょっとこうどっしりしてですね、性能は上がるけどフィーリング落ちるんじゃないかなっていう心配なんかもあったんですけれども、そこは全然ないですね。むしろ今まで感じていたこの不安定さとかそういう部分っていうのはいらない情報だったということで、いらない情報が消えたことによってですね、もっと得てですね、すごく実感できる情報、これがですねきっちり入ってくるようになったということで、さらに一体感が楽しめる、そんな一台になったのは間違いないということでございます。今回ですねお届けするのは RF ですね、いわゆるリトラクタブルのですね、ハードトップを備えたモデルということで、こちらももちろん新しくなっているということです。まあ基本的にですね、内容はこれまでのソフトトップのですねロードスターでの変化と同じものになっているということですけれども、こちらもですね新旧ございますので、走り比べしつつですね、どのように変わったかというところを見ていきたいと思います。でこの
RF なんですけれども、ご覧になっていただいて分かりますように、このリトラクタブルルーフになっていて、なおかつ後ろはこのように、まあ、この部分が残るタイプになっているわけですよね。なのでソフトトップのロードスターとはちょっと走り味がやっぱり違う感じで、まあ、オートマが比率がですね多いのもこちらのモデルということで、まあ、全天候でも乗れますし、こちらですね割と年齢層も高めということもあってですね、 AT との比率が半々ぐらい、55対45ぐらいの感じになっているわけですけれども、ロードスターの中でもですね大人っぽさを兼ね備えたモデルということなので、これをですねチェックしていこうと思います。ちなみに乗る前にですね見ておきますと、エクステリアですね、このヘッドライトがですね、はい、このような感じで、これが以前のモデルということですね。これに対してこちら、はい、新しいモデル LED になりましたので、ここに豆球のですねターンランプがなくなりましたね。ちなみにリアも見ておきましょうか。リアはですねこのような感じでタービン形状のランプが入ってて、ウインカーが入っていて、バックランプはこちら側に入ってたわけですけれども、これがですね新しいモデルはここが、はい、タービン形状になってますけど、中がですねバックランプになっていて、ここはウインカーになっていて、今までランプが入ってた部分はですねこのような感じで、でまあ外観上のですね違いはそれほど大きなものではないというところで、あとは中身が違うというところですけれども、このあたり走りの違いとして見ていきたいと思います。これは以前のモデルということで、まあ、RF の場合はエンジンが2リッターになるというのが特徴ですよね。なのでこうちょっとパワフルな感じもありますし、車自体もですね重みがちょっとこう感じられるような、そんなですね走り味ですね。まあさすがこちらの方がパワフルな感じというのがありますね。それとやっぱりルーフがですね開閉するシステムを備えたロードスターですけれども、走りの軽やかさというのはこちらでもですねしっかりと実現されているところかなという部分ですよね。すごいスムーズで気持ちよく走れる、そんなところはもうこの時点で完成されているわけですけれども、今回ですね、まあ、ステアリングこの制御がかなりですね変わったというのは大きいところですし、やっぱりアシンメトリック LSD が入ったことによる安定感とかそういった部分も入ってますし、相当に大きな違いとして感じられると思いますけれども、まあソフトトップの時もそうでしたけれども、もうこの時点でも全然いいんですけれども、こっからさらに良くなっているよという、そんなですね進化なわけですよね。まあやっぱりソフトトップと比べるとこちらはどっちかっていうとちょっとこうがっしりした感じで、まあ、重みも感じるところなので、大人っぽい雰囲気の乗り味走り味ですよね。なのでオートマ選ぶのも納得かなっていうところですよね。特にねこういうところでブレーキングしながら入っていく時の感じがだいぶ違いますよね。はい、というわけでですね、まずは従来型をですね乗ってきたというところで、まあこっちもやっぱりもうこれで十分と言える楽しさ気持ちよさですけれども、これがさあどんな風に感じるのか。ソフトトップはね大きな変化がありましたけどね、この RF はどんな風に違うのかっていうのはすごい楽しみですよね。さあ今回はですねこちら RF ですので、ソフトトップのモデルとはですねちょっと乗り味も違ってて、どっしりしてますし2リッターですし、まあ、タイヤもですね17インチのポテンザのですね S001 を履いているということですね。まあいろいろどっちかっていうと、まあロードスターの中ではラグジュアリーな方だと思いますけれども、これをですね従来モデル乗ってきました。でこれからですね新型モデルどんな感じになっているのか、これもですね、まあ、ソフトトップと同じ内容が入っているんですけれども、車がですねやっぱりちょっと違うだけに感じ方も違うのかなというふうに思います。ではそっちも行ってみたいと思います。では新しい方で行ってみたいと思います。あ、やっぱりこのステアリングのもう感じが全然走り出したところから違うんですね。相当いいですねこれは。かなりやっぱりね、全然しっとりしてる。
なんかね、さらに上質な感じになったっていうのがこの RF の印象ですね。まあもともとソフトトップと比べると重量も重くて、まあ、どっしり感とまで言わないですけれども、まあちょっとラグジュアリーな感じもあったりするわけですけれども、そこがですねこのステアリングフィールになったことでより際立ってるなっていう感じがしますね。そこが大きいですね。これはそれとコーナーに入っていく手前の姿勢のかかり方も相当やっぱりいいなっていうところで、これはもうこのステアリングが変わったというところだけでスッキリ感が全然違うので、まるでこう足回りが変わったんじゃないかと思えるような、そんなですね違いを感じられますよね。さらにまあ減速時のですねこの安定感みたいなところが変わったことによって姿勢もですねだいぶ違いますので、走らせてる感触自体がもう大幅に違うなっていうところも、まあ、痛感する、そんなですね進化がありますね。なので、まあ、あのソフトトップで走りがすっごい解像度が上がって良くなったっていう感じがしましたけれども、こちらの RF の場合はですね、さまざまなアイテムが変わったことによってですね、なんかこう車としての充実度が相当上がったなっていう感じがあって、そこがですね大きな違いとして受け止められる部分だなっていうところを感じますね。なのでまあ今いいペースでこう走ってきて違いがですねありましたけれども、のんびりペースで走ってもですねやっぱり充実した感覚があるものになっていて、ここがすごく魅力的ですね。ソフトトップとは違う味わい深さがありますよね。すごくねやっぱ重厚な感覚があって、ロードスターで重厚というとちょっとね勘違いされちゃうと困りますけれども、なんかしっとりした感じのね味わいがやっぱりあるんで、そこがすごくいいところですよね。なのでこのような感じで、まあペース上げなくてもですね乗ってて非常にこう落ち着いた感じのですね雰囲気でも、ライトウェイトスポーツのロードスターならではのですねなんかこう感覚、体の一部になっている、もう一体化している、まあ、まさにジンバ一体という言葉がありますけれども、その感覚はですね存分に感じられるようなやはり味わいに満ちてるなっていうところを感じますよね。でひとたびですねアクセルを踏み込めばこのような感じで、やはりライトウェイトスポーツらしい一体感がより高まる走りを味わえるという、そんなところが見えてくるわけですよね。従来型で走ってるとほんのわずかにですね不安定に感じる部分なんかがあるわけですけれども、そういうところがまた全然なくて、そこがねすごくいいところですね。なんかね張り付いてる感がすごいある感じで、そこが気持ちいいですね。まあでもこうして乗ってるとね、改良を受けるたびにすごく良くなって、これ以上なんか良くなるところがあるのかなっていうふうに思いますけれども、我々にはですねパッとわからないような細かなところをですね次々にこう潰していくことによって、すごく熟成されたなっていう感じがありますし、思ってもないやっぱり進化を遂げるあたりがマツダのユニークなところですし、それをハイテクで何とかしてるということではなくて、アナログなですね発想で車を少しずつ良くしていくっていうことをですねやってるあたりが素晴らしいなと思いますし、そこにねやっぱり車好きとしてはロマンを感じる、そんなですね改良ですよね。だからロードスターにその長年ファンがいてね、ずっと愛し続けている人がいるのは、こういったですね細かなところに対するコツコツとした努力がですね実を結んで、車がですね常に最新最良のものになっている、まあ、熟成も図られつつ最新最良のものになっている、そんなところがあるからと言えますよね。そこがすごくいい部分だなと
というふうに感じます。さあ乗ってきましたけれども、まあ先日のですねソフトトップの場合は非常にこうクリアな解像度が上がった感じというのがありましたけれども、今回のですねこの RF に関してはより大人っぽい印象がさらにですね上がったなっていうところですね。というのもやっぱりステアリングのフィール、これが気持ちいいものになったので、それがですね上質なものとしてこの RF にはもたらされているなというふうに感じますし、もちろん走りの気持ちよさはアップしたんですけれども、それ以上にですねなんかこの通常のソフトトップのロードスターよりは大人っぽい雰囲気がですねより引き立つ、そんな進化になったんじゃないかなというふうに感じます。なのでこちらの車もですね乗るとこうちょっとですね改良ではなくてフルモデルチェンジしたんじゃないかというような感じの、車のもう一挙手一投足が全て変わったかのようなですね、そんな味わいがあってですね、これも相当に魅力的な一台だなというふうに感じました。まあ僕とですね同年代の方はおそらくこちらのですね AT モデルなんかは本当に気になっていると思いますけれども、これ普段のですね足にも使えるし、ちょっとですね気持ちいい走りを楽しみたい時にもう最高の一台になってますので、相当魅力的なものになっているなというふうに感じました。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネルを登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカス TV で取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカス TV 川口学でした。